理論上でいきますと新井監督は何もやってないんですけども、まあそこにね、運を引き寄せるといったところがね、このミスターポジティブと。お疲れ様でーす。 KT です。今日は10月26日、プロ野球ドラフト会議2023。はい、本日も KT チャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。新井監督やりました、持ってますね、さすがです。はい、よっしゃという掛け声でですね、あの会場全体、それからテレビを見ているね、我々ファン含めて、広島カープに常廣投手ありということをね、教えてくれました。よっしゃということで、本当に素晴らしい、ドラフトになったと思います。まあ、あの確率としてはね、楽天今井監督との一騎打ちということで 50% ということになりますし、まあ、さらに順番でいきますと今井監督が引いた後の新井監督のね抽選ということになりますので、まあ、実際理論上でいきますと新井監督は何もやってないんですけども、まあ、そこにね運を引き寄せるといったところがね、このミスターポジティブといったところの新井監督の運の持っているところでしょうかということで、本当に良かったです。ほっとしました。もうあそこね外していたらどうなっていたかとかね、あの1巡目の指名のね選手が並んだ時に、楽天さん頼んますよ、前田投手とか、細野投手とかね言っていれば単独だったのに、なんで被してくるんじゃというふうにね思った方も多かったんじゃないかなというふうに思いますけど、まあ結果的にね取れましたんで良かったということになっております。はい、そしてね、まあその後の、行動とかね、このよっしゃの、ところでもうあの SNS、特にツイッター X かな、はい、あへんの話題もすべて新井監督がね、かっさらっていくという今年のドラフトになりまして、まああの指名権獲得、交渉権ね、獲得してすぐさま、青山学院大学に向かいまして、もう爆速での、指名挨拶ということで心の方をぐっと掴んでおります。まああのカープはね、公言の方も非常に早い段階でね、CS が始まる前かな、にもう、獲得しますというふうに公言しておりますんで、常廣さんに対してはもう思いというのはね十分に伝わっておりますんで、常廣さんも、まあ、カープで野球がしたいというふうにねおっしゃっているように、もう問題なく入団はしてくれるというふうに思います。はい、そしてね、まあ、そんな爆速での挨拶している中、ドラフトの6位だったかな、中島選手が、そのね、1位の常廣さんのところで、強豪でね相手になりました。楽天が指名したところで、新井監督はですね、中島くんに、おめでとうございますというね、声をかけるシーンもあったということでね、非常にもう、ユーモアといいますかね、新井監督らしい、このドラフト会議の一日というふうになったということになっております。はい、ということでですね、まあ今日は、カープのこの指名選手も、当然見ていくんですけど、全体ところのところもですね、ちょっと見渡しながら、カープの、指名の選手のところも、ちょっと細かく見ながらと、いったところで今日はね、振り返りの方を行っていきたいと思います。はい、そして今日はね、動画の最後に、KT が一番気になったところと、いったところもね、ちょっと喋りたいなというふうに思いますんで、ぜひとも最後までご視聴の方よろしくお願いします。はい、で、KT のね、気になるところだけが気になるという方はですね、まあ、チャプターもつけておきますんで、そちらで飛んでいただいてもいいのかなというふうに思いますんで、今日も、最後まで、ご視聴、お付き合いの方よろしくお願いいたします。はい、それではね、まず全体のところもね、見ていきたいなというふうに思うんですけども、まずは首位のところからいこうかな。オリックス、バファローズですね。もうここは余裕が出ておりますね。すいません、画面を見ながら、ちょっと小さくなって見ていきたいと思います。1位に、横山選手ということで、ね、内野手ですね。で、オリックス、バファローズでいきますと、1位、2位、3位、4位、まで、全て高卒ということで、まあ、今のね、バファローズの状態の良さといいますかね、戦力が充実しているということで、ちょっとね、将来的にというような、ドラフトにね、方向性でいけることができたということで、素晴らしいですね。はい、そして5、6、7で、ここでね、社会人を取るというところでね、まあ、即戦力的なところの期待も忘れずに獲得しているというところがもう抜かりないですね。で、まあ、バファローズで行くと、その、シュンペーター投手とかね、吉信投手とかも、高卒のピッチャーを育てるのがうまいということになりますので、この辺の2位、3位、4位のね、ピッチャー。で、特に気になるのが、自分がね、愛知県ということもありまして、共栄高校のトーマス投手ですね、こちらのピッチャーが、あと2、3年で出てくると、いったところも期待しながら、見守っていきたいなというふうに思います。まあですのでね、オリックス・バファローズの今年のドラフトでいきますと、まあ評価としてはね、全体的なこの相対的な評価と出しますと、12球団の中では下の方にひょっとしたら行くかもしれないんですけども、まあ今のね、チーム状態のことを考えたり、将来的な育成のことを考えたら、ひょっとしたら、紙ドラフトになっているかもしれないということでね、ちょっと1チームだけ余裕のこのね、感じが伝わってくるドラフトになったのかなというふうに思います。
はい、そしてタイガース、1位がですね、まあ、カープと同じく、青山学院大学のピッチャーを指名するということで下村投手を選んでおります。まあ、岡田監督ね、公表しない方が面白いやろというふうに言ってる中で、下村投手を指名したということで、ピッチャーはね、タイガースも本当にバファローズと同様にピッチャーはね、十分いるのかなというところで、さらに強くね、してきた、補強してきたということになっています。で、さらに2位もピッチャーですね。はい、四国アイランドリーグからの指名となっておりまして、で、3位、4位で、内野手ということで、この4位のね、東海大、熊本尚成高校のこの桃崎選手ですね、こちらの選手ちょっと気になっていたんでね、カープも取らないかなというふうに思っていたんですけども、タイガースに取られてしまいましたんでね、こちらの活躍も期待したいなというふうに思います。まあ、こちら東海大菅生だったかな、東海大相模だったかな、はい、で、プレーしていたんですけども、一人だけね、ちょっと意識が高すぎて、逆にチームでね、浮いてしまうということもありまして、転入したということになりまして、まあ、そういうね、経験もしたからこそ、なんていうんですかね、精神的にも大人になっているということなんでね、プロでの活躍も十分あるかなというふうに思っております。はい、で、千葉ロッテ、今日はちょっと散々でしたね。3回抽選を外すというところで、最終的に獲得したのが、明治大学の上田久斗選手ですね。こちらもですね、愛知県の愛三大三河高校の出身の選手ということで注目していたんですけども、まあ、ドラフト1位はね、1位なんで胸張ってね、プロ野球の世界に飛び込んでいってほしいなというふうに思います。まあ、その他でいきますと、まあ、ピッチャー3人を獲得しているということでね、まあ、ロッテもですね、やっぱりピッチャー欲しいというような事情なのかなというふうに思います。で、3位の、木村投手が、霞ヶ浦高校ということで、こちらは遠藤投手の後輩になるのかな。はい、いいピッチャーを輩出する高校ということで、これからも注目していきます。はい、そしてカープはちょっと飛ばしまして、ソフトバンク、1位がですね、国学院の竹内投手を外してしまいまして、前田優吾投手にね、切り替えたということで、ここは、抽選3チームでの競合、外れ1位、外れ1位っていう表現もね、よくないんですけども、外れ1位で3チーム競合となった前田投手を獲得したということもあります。で、前田投手にとってはね、非常にいい球団に行けたんじゃないかなというふうに思います。まあ、工藤さんかな、もうおっしゃっていたんですけど、設備も整っているし、育成プランもしっかりしている球団ということで、まあ、3年4年後にはね、一軍で活躍しているところも思い浮かびながらということで、前田投手のこれからの成長も期待して見ていきたいなというふうに思います。はい、そして2位に、愛知県ですね、愛知県多いですね今年、名城大学の岩井投手ということが、指名されております。で、3位のね、この慶応大学の広瀬選手、個人的には注目していてね、カープの方がウェーバーでいくと3巡目は先に来るのかな。はい、ということでね、取って欲しかったんですけど、まあ、ピッチャーを優先してということで、ソフトバンクにね、すぐさま取られてしまったということで、非常にスケールの大きいバッターということで、これからもですね、期待して、見ていきたいなというふうに思います。で、なんとなんと4位に明治の、村田選手というところでね、獲得しておりますんで、まあ、もっとね、上位で取られるかなというふうには思っていたんですけども、4位で村田選手獲得ということになっております。で、さらに、5、6、7位まで、支配下でね、指名しまして、さらには育成で8名、指名しているというね、まあ、ジャイアンツも育成で7名指名しているということで、やっぱりね、資金力のあるチームは強いなということで、獲得の方しております。まあ、この中でね、何人一軍の、バチバチのレギュラーになってくるかというところになると思います。はい、そしてその次 DeNA ですね。こちらが、1、2、3チームの、競合になった、エネオスの渡来選手の獲得ということで、おめでとうございます。まあ、外野手ということで、これからのね、ベイスターズを引っ張っていくような選手になると思いますし、まあ、間違いなくね、1年目から出てくるのかな。まあ、牧選手なんかもね、しっかり1年目から成績、もう異次元のね、成績。まあ、その時はね、栗林投手がね、本当にさらに上を行く活躍をしましたんで、新人王は栗林投手が取ったんですけども、まあ、1年目からね、こういう野手を使うのうまさというのがありますんでね、渡来選手、まあ、敵としては、注意しながら見ていきましょう。はい、そして同じく2位に名城大学の松本投手といったところを獲得しております。で、ピッチャー、3位もピッチャー、4位に今度は内野手というところで、5位にまたピッチャー、6位に外野手ということで、非常にね、バランスの取れたドラフトになっているのかなというふうに思います。
はい、そしてその次楽天でいきますと、こちら投手ですね、外れ外れ1位ということですけども、まあ、こちらもですね、同じくドラフト1位ということなんで、胸を張ってね、プロの門を叩いてほしいなというふうに思います。はい、で注目は3位ですね、東海大菅生高校の日当たり選手だったかなの獲得ということになっておりまして、ちょっとね体のハンデもあるというようなテレビのね放送もありましたけども、その辺をしっかりね跳ね返して頑張っている選手なんで、こちらも注目して見ていきたいと思います。はい、で楽天は8位まで指名して育成はゼロという形になっておりますんでね、まあ今井監督筆頭にですね、これからどのように変わっていくかといったところも注目して見ていきましょう。はい、そしてジャイアンツは中央大学、まあ、安倍監督がね、監督になったということで、まあ、中央大学、まあ、これは規定路線だったのかな。まあ、ですが、強豪9時でのね、獲得ということで、こちらもおめでとうございます。西舘投手をドラフト1位で獲得ということになっております。はい、で、その下が、ピッチャー、外野手、内野手、ピッチャーということで、こちらもですね、まあ、ベイスターズと同様にバランスよく、獲得に出たということになっております。はい、そして西武ライオンズ、ここがですね、結構このドラフトの中ではいい感じで取ったのかなというふうに自分は思っておりまして、1位に國學院大学の竹内投手、ここも強豪ですね。1、2、それから2チームかでの強豪となっての獲得と、3チームですねの強豪での獲得ということで、松井稼頭央監督おめでとうございます。相変わらずかっこいいということでね、竹内投手左のナンバーワンピッチャーを獲得したということになっております。はい、でさらにですね、これがすごいのが2位で上田大河投手をね、獲得したというところがね、このドラフトで一番評価できるところかなというふうに思いますんで、まあ、来年のねライオンズの立て直し注目して見ていきたいなというふうに思います。でその他7位までね、7名の支配下獲得している中で6名がピッチャーということで、まあ、ライオンズのね今の事情を物語っているというような指名になっております。はい、そして続きましてヤクルトスワローズ、竹内投手をねちょっと外してしまったんですけども、選手の西舘コータ選手を獲得ということになりました。はい、そして2位でトヨタ自動車の松本投手獲得ということになっておりまして、さらに明治大学の石原投手ということで、ピッチャーがですね3名、ここも即戦力候補3名ね獲得しておりますんで、来季もですねヤクルトスワローズ、まあヤクルトもですね本当に典型的な打高投低下のチームになっておりますので、ね、3名即戦力のピッチャーということでね獲得となっております。はい、でキャッチャーも1人、キャッチャーもヤクルト系が結構いる中での獲得ということになりますんでね、よっぽど評価が高かったのかなというふうに思います。はい、そして日本ハムですね、1位にそのジャイアンツの西舘投手ね外してということで、さらに前田投手ソフトバンクに持っていかれて、ここで登場細野投手ということで、意外でしたね、細野投手がねここまで外れ外れ1位まで残っているというのは個人的には意外だったんですけど、やっぱりね即戦力を期待する中では制球力がちょっと問題あるのかなという評価だったのかもしれません。まあ、真っ直ぐのね力で言えば間違いなくナンバーワンではあるんですけども、じゃあ即戦力でという時にねちょっと制球定まらないということになると使いづらいということになりますんでね、ここまでの評価になったとは思うんですけども、それでもねやっぱり158、左で投げるというところがね評価されての、まあ、ドラフト1位ということなんでね、こちらも胸を張って、入団してほしいなというふうに思います。はい、そして日本ハムでいきますと、この3位のね山梨学院の宮崎選手、ここをね自分注目していて、獲得してほしかったんですけどね、まあ3位でね持ってかれたんじゃちょっと諦めがつくかなということで、この宮崎選手はねこれからちょっと注目して見ていきたいなというふうに思います。でさらには鹿児島城西の明瀬選手ですね、こちらも気にしていましたんで、結構ね日本ハムでいきますと私が注目していた選手を、結構持っていったということになりますんでね、これからも日本ハム、新庄監督がねどうやって立て直していくかといったところも注目して見ていきたいと思います。はい、そしてドラゴンズ、まあドラゴンズですね、渡来選手を公言していたというところだったんですけども、獲得ならずということになりまして、まあ外れ1位でアジア大学の草加投手をね獲得したということになっております。まあアジア大学からドラゴンズ、結構去年も確か田中選手がそうだったかな、はい、ということでね結構太いパイプにやっているということで、まあ、ピッチャーね、基本的にドラゴンズ強いチームなので、どうなるかというところなんですけども、まあ、その、次ですね、2位、3位で内野手を獲得というところで、野手の強化もできているということで、ピッチャーと内野手、のみの獲得ということになっておりますね。はい、このあたりがですね、立浪監督のもと、どのような活躍するのかといったのも注目して見ていきたいと思います。
はい、ということでお待たせしました。カープのところも見ていきたいと思います。1位ですね、常廣投手ありがとうございますということですね。まあ、180センチ、73キロ。まあ、新井監督とね、並ぶとやっぱり一回り、二回りぐらいね、新井監督の方が、大きいというサイズになりますけども、まあ、監督も言っていたように、同号の森下投手もいるということで安心して入団してほしいなというふうに思います。で、これから大学選手権かな、秋の神宮大会控えているということになりますんでね。まあ、その辺はね、うまい具合ね、ちょうどいい感じで抜きながらはいかんけども、怪我のないように戦ってほしいですし、まあ、2枚看板でね、どこだったかな、はい、阪神に指名されました下村投手とね、いますんで、まあ、2人でうまく分散しながら、肩肘のね、負担を軽減しながら、大会に乗り切ってほしいなというふうに思います。はい、そして2位の、高太一投手ですね。こちらは、広陵高校から大阪商業大学、進学というところでの指名になりました。で、カープにいます川野圭投手と、広陵時代はね、同級生でやっていたということなんで、まあ、同級生、高校の同級生でプロに入ってまたね、同じチームというのはですね、非常に面白い。しかもポジションも一緒ということでね、まあ、ポジションが違うければね、そこ、それなりに例はあると思うんですけども、まあ、同じピッチャー同士で同じプロ野球チームと、いうことなんでね、まあ、2人で切磋琢磨して、頑張っていってほしいなというふうに思います。はい、そして、3位ですね。3位が、今度は辰田和樹投手ということで、ちょっとね、これ大学の名前は私の、頭では読めないんですけども、右投げ、左投げ左打ちということで、さらに、ね、ドラフト3位で左投げのピッチャーということになりますと、やっぱり床田投手をね、思い浮かべるということで、床田投手のような、存在になってほしいなというふうに思います。滝田、和樹投手、期待しております。なので、まあ先ほどね、ちょっと喋ったんですけども、ソフトバンクがですね、広瀬選手を、持っていったんですけども、自分としてはね、ここで、広瀬選手をね、指名して欲しかったところで、あえていったね、この辰田投手ですね、期待せずにはいられないということで期待しております。はい、そしてそのね、広瀬選手を見逃して取りに行ったのが高卒のこの中田選手ということで、サイズがなんと186センチ94キロということで、この時点でのサイズでいけば、鈴木誠也選手以上の体格だと思いますんでね、これからに期待したいなというふうに思います。で、同じく沖縄尚学の東恩納投手だったかな、あのミスターゼロと言われていた投手は指名漏れということでね、ちょっと残念ではあるんですけども、まあその分ね、この中田優斗選手に、期待してね、いきたいなというふうに思います。ひょっとしたらこの選手が一番化けるかもというふうにね、個人的には思っていますけどもね。まあ、ひょっとしたらと言いますか、高卒の選手がね、支配下ではこの選手のみなんで、ぜひともですね、頑張っていただきたいなというふうに思います。ドラフト4位っていうのがね、いかにもこのカープの中では、化けそうな選手かなというふうに期待せずにはいられないということで、よろしくお願いいたします。はい、そしてサイズ感でいけば、ドラフト5位のこちらの、中京学院大学、赤塚投手と、いったところも負けておりません。194センチ110キロということで、ものすごい体を持っておりますんでね。で、中京学院なんで、菊池選手の後輩になるのかな。はい、ということで期待しております。ピッチャーで、中京学院というのは結構珍しいイメージなんですけども、はい、このサイズ感からね、威力抜群の直球が光る、右腕。2年時には侍ジャパン大学代表候補の合宿に参加、リーグ戦では2年秋に3試合連続完封を達成し、翌春には6勝無敗の好成績を上げたということでね、まあ地方大学ということでね、ちょっと評価が上がらなかったかもしれないんですけども、もっともっと上位でね、取られても、理解できるピッチャーだとは思うんですけども、ここで取れたというのは幸運だったなということで、このピッチャーもね、即戦力として、期待してみていきたいなというふうに思います。はい、というところですね。まあ、支配下での、5名のピッチャーということで、ちょっとね、まだ今日ドラフト当日ということでまとまりきっておりませんけども、まあ、こんな感じでね、もう全選手期待ですね。もうこの中田選手に関してはちょっとね、数年、かかるかなという気はしますけども、まあ、内田選手とか、二俣選手とかね、同じく右の内野手たちと、切磋琢磨して、カープのね、課題であります、右打ちの内野手、それからホームランの打てる内野手と、いったところをですね、課題をバチッと、埋めていただきたいなというふうに思います。まあ、二俣選手とかね、内田選手のお尻に火がつくことも間違いないんで、いろんな意味で効果があるのかなというふうに思います。はい、そして育成のところでいきますと、ピッチャーを、2人ですね。で、この育成の2位の、
佐藤選手ですね。こちらがまたちょっと異例といいますかね、中京大中京ということで、まあ野球のね、名門校を卒業しながら、なんと静岡大学という国立大学に進学ということで野球の方頑張っておりました。で、その中でちょっとね、突出した成績を抑えてと、収めてということで、まあ注目されてね、カープが指名したという流れになっておりますんで、まあ国立大学に進学したという頭をね、持っておりますんで、非常にクレバーなね、プレーができる選手かなというふうにその辺も含めて、注目してみていきたいなというふうに思います。育成で、まあ、おそらく、ね、入ってくれるというふうに思っておりますので、ね、まあ、中京大中京で行けますと、カープで行くと中村健人選手とか、ね、いますので、あとは堂林選手がいます、磯村選手いますということで、ね、たくさん先輩いますので、そこら辺に、ね、いろいろ話を聞きながら、支配下勝ち取ってレギュラー目指して、頑張っていってほしいなというふうに思います。はい、といったところがね、カープの指名選手の個人的な感想ということになっておりまして、こちらですね。はい、広陵高校の、ボンズこと、真鍋慶太選手ですね、指名漏れということになってしまいました。ちょっと、ね、意外でした。まあ、ただですね、サイン縛りというのをかけていたみたい で、まあ、さらにね、守備のところも、今のところファーストのみということで、まあ、その辺がね、ちょっと評価難しいところだったのかなというような感じがします。まあ、ただね、広陵の監督もですね、あそこまで飛ばせる選手はいないというふうに評価しておりますんで、まあ、広陵なんで明治かどっかに行くのかな、ちょっとその辺の進学先まだ調べられておりませんけども、まあ大学行ってね、また4年後か、それとも社会人だったら3年後かな、スカウト陣をね見返してほしいなというふうに思います。で、同じくですね、エネオスからこれはどこに行ったのかったかな、ごめんなさい、はい、ベイスターズですねに入団、交渉権をね獲得しました、こちらの、渡来選手ですね。はい、こちらも、が同様にですね、高校の時に、指名されずにということで、悔しい思いをして、ドラフト1位をね獲得したと、勝ち取ったというところで、まあ涙も流しておりますけども、まあこのようにね、真鍋選手も数年後、またドラフト1位でのプロ入りというところを目指して、頑張ってほしいなというふうに思います。はい、で、まあ、先ほどもね、言ったんですけども、個人的には西武のドラフトと、言ったところはね、今年は一番良かったんじゃないかなというふうには思っております。はい、というわけで、最後ですね、KT の気になる点ということで、こちら、ドンということで、江藤愛アナですね。どこでも出てくるということで、TBS の看板アナウンサーなんですけども、まあ、朝のザ・タイムかなにも出ますし、昼の昼帯だったかな、今ちょっと昼はですね、さすがに平日サラリーマンやっておりますんで、見れておりませんけども、ね、朝の情報番組、昼の情報番組に出場して、さらにはスポーツの世界陸上でも、キャスターを務めて、カウントダウン TV でも出て、その他のバラエティ番組でも出演してと、いうことでね、本当に引っ張りだことになっております、TBS の看板アナ、江藤愛アナウンサーですね。はい、まあ本当にね、お体に気をつけて仕事も頑張っていただきたいなというふうに思います。まあ昨今でいきますとね、フジテレビでは井上聖果アナウンサー、それから渡辺渚アナウンサーがね、休養を取っているということで、渡辺さんに関してはね、ちょっと、重症といいますかね、長期休んでいるということで、インスタグラムも更新して、だいぶ調子悪いのかなというような様子も伺えますんでね。で、さらには、日テレの、ZIP 担当しております、ミトちゃんこと三浦アナもですね、体調不良でしばらく休むという日がありましたのでね、本当に、気をつけて頑張ってほしいなというふうに思います。江藤さん、お体に気をつけて頑張ってください。はい、ということですね、まあ、TBS ということなんで、増田恵里奈さんですね、堂林選手の奥さん、増田さんしっかりね、ここはヘルプしてあげてほしいなということで、まあ、実力的にはね、間違いなくヘルプできるだけの、実力あります、人気もありますんで、江藤さんもやっぱね使わずに、TBS の、幹部の方、江藤さんがね、壊れてしまう前に、増田さんを起用して、乗り切ってほしいなというふうに思います。はい、というわけで最後ね、ちょっと脱線しましたけども、本日は、ドラフト会議の、動画ということで、もう新井監督本当にやってくれましたと、いうことでありがとうございます。まあ入団は間違いなさそうなんでね、まあ秋のキャンプは参加できないんで、来年の自主トレからの、常広選手の活躍、それから他の選手のね、活躍といったところも期待して、今日はおしまいにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。はい、というわけで、新井監督、よっしゃーで、始まったドラフト会議、それから爆速での、指名アクセスと、いったところで素晴らしいです。よっちょーや。はい、ありがとうございました。おやすみなさい。失礼します。